はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、いすゞギガトレーラーハウスを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはいすゞギガトレーラーハウスです。トレーラー部分の車種はタイトル通りいすゞギガだね。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。ボディカラーの方はブラウンになってて、ライト類のところはシルバーで塗装がされてあるね。で、横から見るとこんな感じだね。日本ではあまりトレーラーハウスって見かけないけど、アメリカとかにはあるのかな。この辺りがリビングになってて、この辺りはお風呂とかなのかな。で、ロフトの部分も窓がついてます。で、トレーラーハウスのこの部分はシールになってます。後ろの方を見ていくとこんな感じだね。特にこの面にプリントはされてないけど、お家の部分のデザインはしっかり作られてるね。で、側面の方を見ていくとこんな感じだね。反対側とデザインが微妙に違うんだね。この部分には煙突がついてます。で、シールのデザインの方も向こうは大きな窓があったけど、こっちは小さな窓のデザインになってるね。で、上から見るとこんな感じになってます。内装の部分はこんな感じだね。特に内装の方はしっかり作られてるっていうよりは結構簡易的な作りになってます。で、トレーラーハウスのお家の部分だね。これは全部4方向全部デザインが違ってて、なかなか凝った作りになってるね。煙突もあって面白いね。で、タイヤの部分はサスペンションはついてないです。で、アクションの部分は本体の取り外しだね。それと家の脱着っていうのもあるね。こんな感じで外れるんだね。で、裏の方を見るとイスズギガ2009年の写真になってます。トレーラーハウスっていうとなかなか日本では見かけないね。だけど一度はこういうトレーラーハウスで暮らしてみたいね。箱の方は正面のパッケージにトレーラーハウスのイラストはね、なかなかトラックがリアルな感じのイラストになってるね。で、側面の方はこんな感じだね。で、裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日はいすゞギガトレーラーハウスを紹介しました。で、トレーラーハウスのこのお家の部分が4方向とも形が違ったね。発売前はシールだからどうかなと思ったけど、意外と良かったね。ロングトミカで発売されても面白いんじゃないかなと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。